すごい難しい問いだと思うんですし、すごい質問だなとも同時に思うんですけど、なんとなく僕にとっては、その人類が、人間が、こう、生きてく、ことのアクティビティのなんかこう、鏡みたいな。それが後なんじゃないかなと思っていて。で、とはいえ、人類って言った尺度で、こう、人が生きれる時間っていうのは、まあ、すごい限られているじゃないですか。だから、そこ、限られている人間の中で、アート自体を捉えるっていうのは結構難しいんじゃないかなと思ってて。要は、人が生まれ、人が死んでいき、その連続でアートみたいなものがこう作られていくっていうか、だと思ってるんですよね。なので、まあ結局捉えられないものっていう風にはなってしまうんだけれども、でも、作られてきたものは、残っていれば見ることができるし、なんかこれから作られていくようなものも、なんかこう想像することができるじゃないですか、生きていけば。でその想像するってことがすごいこう、アートにとっても大切なんじゃないかなとも思ったりすることだと思うので、まあ答えになっているようでなってないんですけど、僕が考える、あとはそういう感じですね。